皆さん新年明けましておめでとうございます。ペコリ倉田乃です。2020年になりましたね。今年の抱負は YouTube に関しては紹介系とかコスメ系だったりとか多かったので、今年はそれも入れつつちょっとアウトドア系の動画も撮りたいなと思ってます。何かに挑戦したりとか、どこかへ行くとか、体を動かすとか、なんかそういう系のねチャレンジ系をちょっと今年は多くやっていこうかなと思ってます。いろんな方とコラボ系のね動画も撮れたらいいなと思ってるので、皆さん今年も楽しみに待っていてください。そしてですね、新年ということでお年玉企画をやりたいと思います。イエーイ。お年玉企画で5名様にこのお年玉をねプレゼントしたいと思います。お年玉っていうプレゼントなんだけど、その中にはノアが普通にいいなって思ってる美容系のものと、あとコスメ系、ノアが愛用してるものを本当に同じものをプレゼント5名様にね。あとは年賀状をプレゼントします。5名様には明けましておめでとうっていうメッセージも書いて、サインも書いて、あと私初のピンプリを取りました。あとだからそのピンプリもその子のためにポンと貼ってプレゼントしたいなと思ってます。応募方法はチャンネル登録、この YouTube のチャンネル登録をしてるっていうことが一つの条件と、インスタのこの1月1日にアップしてる青色の振袖を着てるやつがあるんですよ。明けましておめでとうございますって多分載せてるので分かると思います。この投稿を見た時にいいね欄、コメント欄、あとなんか紙飛行機みたいな飛ぶ欄があるのね。でそこをポンって押します。そうすると一番上にストーリーズになんとかなんとかみたいな感じで出てくるんだけど、そこをタップします。でメッションして、なんだろう、ノアに向けて明けおめメッセージを送ってください。で分かんない方がいたらその投稿、1月1日の投稿をスクショして、それにストーリーズに載っけてちゃんとノアのことをメッションしてもらって明けおめのメッセージを送ってください。その2つが条件です。ノアがバーってもうランダムで5名様選んで当選の DM を送りたいと思います。応募期間は今日この1月1日から1月3日までです。伝わったかな皆さん楽しみに DM をね待っててください。こんな感じでどうぞ今年もよろしくお願いします。バイバイ。初ピンプリは、決め手はパッケージが可愛いっていうのと、なんかこれよくいろんな人が使ってるから、まあ、安心かなって感じです。でも12月で紹介したやつで、このアップルのこのチュールハウスのこれを私普段使ってるんですよ。だからこれはプレゼントしようかなと思ってます。ゲットします。